素水性とは、水に対する、親和性が低い、すなわち水に溶解しにくい、あるいは水と混ざりにくい物質、または、分子の性質のことである。素水性物質は一般に、電気的に中性の非極性物質であり、分子内に炭化水素元を持つ物質が代表的である。脂質や、非極性有機溶媒との親和性を示す、親友性も、同義で用いられることが多いが、 疎水性物質がすべて新油性であるとは限らず、シリコーンやフルオロアルキルザを持つ化合物などの例外もある。大院義語は浸水性である。一般的に極性の高いまたは電化を有する化合物は浸水性を示す。これの例外としては不要性の塩などが挙げられる。分子内にある疎水性、浸水性の部分をそれぞれ疎水性元、 浸水性元という。また分子内に疎水性元と浸水性元の両方を持つ物質は両心媒性であるといい、海面活性剤や極性脂質が代表的である。疎水性の高い物質は体内に蓄積しやすく、環境中でも残留しやすい傾向がある。典型的な例としては有機塩素系殺虫剤 DDT や PCB などがある。 物質の素水性の程度を表す指標としては、単純に水に対する溶解度を求めるものや、電離度の指標である、化入離定数を求めるもの、また、分配係数、つまりその物質を水と相分離する有機溶媒に溶解して、水と混ぜ合わせ、平行に達した時の双方での濃度の比を求めるものがある。分配係数はしばしば常用対数を用いて、ラグップと表される。 有機溶媒として N オクタノールを用いた場合にはラグパオと書く。また逆小クロマトグラフィーでも素水性の程度を知ることができる。コンピュータで構造からラグップを予測する方法も数多く開発されており、クラーグップポーやローグップポーなどがある。素水性相互作用は水中の素水性分子の間に働く熱力学的な相互作用である。室温では 引力的相互作用である。素水結合とも呼ばれる。素水相互作用の最も大きな要因は、非極性分子が水に溶けにくいという素水効果であるが、ファンデルワールス力や CAH、パイ相互作用なども重要である。詳細は、それぞれのページを参照。素水性相互作用は、脂質のミセルの形成や、タンパク質の工事構造の形成において、 重要な役割を果たしている。ありがとうございます。